はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいコーヒー用のペーパーフィルターを買いましたんで、ご紹介していきたいと思います。はい、こちら、土佐和紙ドリップって書いてありますけれども、和紙を使った、ペーパーフィルターになります。まあ、かなり特殊なもんで、Amazon とかじゃ見つけられなかったんですよね。楽天市場とか、あと個人なのかな、なんかお店の通販サイトでしか、買うことができなくて、まあ、今回楽天市場で買いました。まあ、ウェブペーパーっていうとね、僕が前に紹介した、はい、こちら、カリタのガラスドリッパーですとか、ツバメコラボのウェブドリッパーですとか、このウェブシリーズに使う、ペーパーになりますね。で、前に僕、このペーパーフィルターを、比較する動画を作ったんですけれども、この中で、このウェブシリーズのペーパーは、ちょっとね、臭いって話をしたんだよね。カリタ純正のウェブペーパーはどうしてもちょっと、紙臭くって、まあ、湯通しをねすれば、リンスをすれば落ちるんですけれども、どうしても髪が乾いてる状態の時に粉を入れてお湯を注いでしまうと、まあコーヒーに、髪臭さが移ってしまうと、そういう話をしましたね。で、まあ今回ね、このトサワスドリップを買った理由としては、その髪臭さを防いでくれるんじゃないかと、まあ思ってるんですよ。これはね、かなり期待してる。まあ、なんでかって、まあそもそもこのウェーブペーパー、こっちが、カリタ純正のウェーブペーパーなんだけれども、この子たちはね、まず原材料がパルプなんですよ。パルプ紙ってやつですね。で、このパルプ紙っていうのは木の繊維ですね、をめっちゃ細かくして、セルロース繊維って、まあ、ほんと細かいやつにして、それを、薬剤とか使いながらこう1枚の紙にまとめ直した、成形したってやつなんですけれども、これの場合ですね、結構薬剤とかも使用していたり、あとはリグニンっていう木の成分ですね、この匂いの元となる繊維が結構残留しやすいらしいんですよ。まあ、ただパルプっていうのはすごくメジャーというかポピュラーな素材だから、他のペーパーフィルター、塩水型とか台形フィルターにも多く使われているはずっていうか、まあ使われているんで、なんでこれだけが突出して臭いのかなとは思うんですけれどもね。まああれかな、このギザギザ、このウェーブペーパーってかなり特殊な形をしているから、これを保つために、まあ糊とかを多く使っているのかもしれない。まあ製法とかの詳しいことまでは、まあ本当正直わかんないですけどね僕紙の製造業者じゃないんで。まあ大事なのは味ですよ。どんだけコーヒーに味の影響を及ぼせないかっていうのが大事なんで、まあ今回ね、買ったこいつ、土佐和紙ドリップについて簡単に調べました。この土佐和紙ドリップ、主成分っていうか材料はもう 100%、木の皮です。楮っていう木の皮を使用していて、まあ要は他のパルプ紙は木の全体を使うのに対して、こいつは皮だけを使用しているんで、めっちゃ要は硬いんですよ。木の皮って硬いじゃないですか。それを使用しているんで、紙にした時の強度が段違いらしいんですよ。で、だからこそ糊をあまり使わなくて済むんですよね。それが和紙の強みらしいです。糊を使わず、で、しかもそもそも材料がね違うから、きっとこいつと違う結果になるはず。まあ本当に正直な話、僕がこのウェーブペーパーでコーヒーを入れる時に感じている鼻からですとか口から感じている髪臭さっていうのは、どこから来ているかわからないんですよ、正確にはね。リグニンなのか、ノリなのか、他の薬剤なのか、はたまた別の要素があるのか、それ全体なのかっていうのは、結局どんだけ情報調べてもね、わかんないんだよね。実のところ僕結構そこムキになってしまっていろいろ調べたんですよ。だけど、まあ結局分からずじまいでさ、でもそこにたどり着いた時にふと我に返って、あれ、俺ってそもそも何求めてたんだっけって、結局美味しいコーヒーが飲めればそれでいいんじゃないの、科学的にどうとかは、まあ詳しい人に任せる、とりあえず俺はここにクリアに髪臭くないコーヒーを落とせるペーパーが欲しいだけなんだって気づいたんですよ。これコーヒーやってる上で、まあ、別の、まあ、道具とかでもね思ったことなんだけれども、そう、科学的にどうとかこうとか理論がどうとかっていうよりも、とにかく美味しいコーヒーを楽しんでいきたいだけなんですよ。というわけで、今回これとりあえず試してみようっていうことで買ってみました。まあかなりね高かったんですよ、値段この辺に貼っときますけれども、まあ普通のペーパー感覚では使えないですね。とりあえず、まあ、試してみようっていうことで、買ってみました。普段使いするようではないかなはい、とりあえず開けていきましょう。お、あ、手触りがもう違う。ふん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 。あ、わーすごい。なんか全然違う。なんかトゥルトゥルしてる。ちゅうか硬い。なんだこれ。あ、障子紙みてえな。うん、これはね非常にわかりやすい。はい。比べるとこんな感じ。なんでしょうね。見た目だけだとちょっとわかりづらいかもしれないけれども、触った時の感触がね、ほんと、あ、やっぱ明らかに。
カリカリしてるんですよね。硬い。なんか、カラカラ乾いたことするでしょ。借りた純正のウェーブペーパーはかなり薄くて柔らかい感じ。で、こっちの土佐和紙は、厚みが結構あって、なんというか、本当に紙って感じです。フィルターではなく紙感が強い。で、やっぱり柔軟性っていう面で劣るんでしょうね。ここのところ、結構折り目がついていたり、滑らかさがないですね。こっちは、ほら、綺麗にこうウェーブになっていて、ほら、多少ひん曲がっても大丈夫。でもすごい。ちゃんとウェーブペーパーになってる。この形を作り出している。あんまり糊使っていないはずなのに、ほら、待って、揺らすとちょっと柔軟性の違いわかるかな。いや、これは面白いですね。ちょっと、じゃ試しに、こいつに、早速お湯を注いでみますか。はい、いつもねドリップに使うのと全く同じ90度前後のお湯を準備いたしました。じゃあドリッパーに、ペーパーをセットして、あ、そっか、結構飛び出るんだな、硬いからそっか飛び出ちゃいますね、ピョーンなんつって。あ、まあでもウェーブペーパーも似たようなもんか。そんな変わりませんね。この場合はちょっと押さえつつ、中心にまずお湯を落として周りを湿らせていく感じがいいと思う。じゃあいきますよ。さあ、ああ、これちょっとこぼれた。お湯の広がりは、紙、そっかそっかそっか、結構なるほどね。ウェーブの形自体は結構崩れますね。そっか、整え直すとね、余計にちょっと、他がよれる。まあ多分湯通しには向かんだろうな。粉入れた状態でお湯しとけばまた違うと思う。ある程度安定すると思うから。リンス、湯通しには向かないペーパーですね。はい。じゃあ、肝心の、この落ちたお湯の味の方を見ていきたいと思います。ん？あ！てか、ちょっと待って。もう、注いだ時点で臭くない。ウェーブペーパー普通のやつは結構モワモワーってもう紙臭さが立ち上っていたのに、そういえば感じてない。これはいける気がする。ちょっと待って、飲んでみます。なんだろうこれ。結論から言うと、味はある。味はある。香りはそこまで強くないんだけど、味の面で、なんて言ったらいいかな。障子、やっぱり和紙っぽい、和の感じ。これと比べると、ウェーブはちょっと化学っぽいね、確かに。化学っぽい、いや、なんかね、こっちの方が自然由来な味って気がする。で、どこか日本人に馴染みがある味って感じ。やっぱり和ですね。で、味の強さというか、まあ、方向性、特性的にはあんまりこう、主張するタイプではない。ウェーブの方が主張が強いですね。違和感があるって感じ。だからこっちは決してゼロではないけれども、普通にコーヒーを入れて、まあ、大量のねお湯を注いでコーヒーにしてしまえば分からなくなるレベルなんじゃないかなと思います。まあ、他のペーパー、今までね僕は塩水ドリッパーとかに使っていたペーパーで湯通ししていないものに関しても、まあ、多少の味はあったんで、まあ、こんな言い方が適切かどうかは分からないけれども、僕の個人的な感想としては、こちらのカリタの純正のペーパーに関してはお湯を注いでリンスをして落としたお湯を飲んだ時にやっぱ感じたのは、まず違和感、臭い、邪魔してるな、味を邪魔してる、飲みたくないなっていうような、やっぱネガティブな感想だったんですよ。だけどこっちのね土佐和紙フィルターに関してはリンスしたお湯飲んで全然こう違和感がない。やっぱなんか味に馴染みがあるからなのか、ネガティブな感想を持たなかったんですよ。まずいとか臭いとか。で、そもそもあんまり香りがしないしね。そう、香らない。味に若干感じるかなレベルで。で、その味もそんなに強くないから、多分普通にコーヒー入れたら、わからないレベルだと思う。で、もし感じたとしても、それはきっと、
和室でコーヒー飲んでるみたいな安心感を与えてくれるようなとか、和の要素をプラスするような、なんかねプラスなものに感じてしまったんだよ。確かに味はあるんだけれども全然方向性が違って、これはこれでこのペーパーの良さを感じ取るものなんじゃないかなって思わされました。まあ、とりあえず今からコーヒーも入れてみるけどね。今現時点でちょっと高かったけど、これ買ってよかったなって若干今思い始めてます。思わされ始めてます。よし、じゃあちょっとコーヒー入れてみよう。はい、というわけで初めて土佐足ペーパーで入れたコーヒー出来上がりました。早速飲んでみたいと思います。一応コーヒー自体はマイルドに仕上げたつもりなんですよ。ケニアの豆を使って、温度も割とちょっと抑えめにして、抽出量もちょっと多くして、コーヒー自体はマイルドになってるはずで、これで、紙の主張があればわかると思います。じゃあいただきます。どんだけ影響を及ぼしてるかね。二口目で分かった。あ、確かにわっぽさは残ってる。やっぱさっき話したような香りが、和の香りがコーティングしてきたというか、何言うなればフレーバードコーヒーみたいになってる。紙の味は明確に感じますね。一口目ちょっとよく分かんなかったんだけど、二口目以降、こんだけの量になっても結構紙の味分かりますね。で、コーヒー今これケニアっていうマイルドな深入りのコーヒーを入れて飲んでるんだけど、多分きっと特に相性がいいんだと思う。これが浅入りとか中入りの結構個性の強い豆とかだったりすると、その個性と喧嘩してしまう気がするけど、要はそう、個性になってるんですよ。邪魔なネガティブな要素とかではなく、新しく加わった、例えば昔カルダモンコーヒーっていうちょっとスパイスを使った、コーヒーとかをやったりもしたんですけれども、それに近い新たな香りをコーヒーに付け足している感じですね。決して臭くない。紙臭いとは違う。これは全くお世辞じゃないで、完全に予想外だった。美味しくなってる。こういうコーヒーは初体験かもしれないっすね。
僕今回このペーパーで予想していたのは、まあ要はさっき話したようなウェーブペーパーの嫌なネガティブな部分を消しされるんじゃないかというところだったんですけれども、こいつは違う、逆に良さに変えている紙を。さっき高くてあんまり普段使いにはできないですねって話をしたけど、落としどころが見つかった、こういう紙のあの良さを感じたい時だから、ちょっと変わったの飲みたいなって思った時にこれを使ったら面白くなると思う。明確に美味しい。まあもちろんね、好き嫌いはあると思うんですけれども、僕はこのペーパーすごくいいと思った。やっぱり粉をね入れてしまえばあんまりこう紙もよれないし、うん、普通にまあ入れやすかったし、サイズもぴったりだし、特に使っていて不便を感じない。いや正直普通のウェーブペーパーより俺はいいと思うよいやただな、でもウェーブペーパーは湯通しをすればすごくフラットになるから、それで澄んだコーヒー、まあ、普通に入れるコーヒーが美味しく飲める。あーまあそうだね、これはプラスワンだね。和を感じるようなちょっと変わったコーヒーを飲みたい時にこれはいいと思う。で別に木をてらってるっていうか変な癖があるわけじゃないんだよ。本当になんかこう日本人に馴染みのあるこう柔らかいね、マイルドね、落ち着ける味になってんだよね。これなんでこの喧嘩しないんだろう。ベースのケニアの柔らかな味わいはしっかりあるんだけれども、そこへこう和が包み込んでるみたいなすごく不思議な形容しがたい。ああこれは面白いもん買ったわ。まあ数千出した価値はあったなはい、というわけでまあ今日のカズマックスのコーヒーワールドこの辺で締める。ちょっとびっくりでなんかこう全然予想外のところに落ち着いたからさ、なんか落としどころかわからんこんなコーヒーもありか。いや本当正直ね、予想していた着地点としてはウェーブペーパーよりも、まあ、紙臭さが抑えめだから、まあ、そこは値段と考慮しつつ、まあ、高いからね、そこは、まあ、好き好きで、まあ、選んだらいいんじゃないですかねみたいになんかちょっとぼかしたちょっとぶん投げたような結論に達するはずだったんだけどなおかしいなあ、明確にいいっすねマジで、うん、あの一度はぜひ試してほしいです。これすごく面白いです。もしよかったらあの下にリンク貼っておきます。まあ楽天市場ですけれどもね、もしご興味が湧いた方はチェックしてみてください。あそうだ、あと一つ忘れてた、これひだの数ですね。このウェーブのギザギザの数なんですけれども、これ普通のウェーブペーパーと全く同じです。だから、裏技的な使い方としてはあの折り紙ドリッパーですねにこれ使えたりするから、まあ、これも互換性があるってことです。もしよかったら使ってみてください。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。久々に思いっきり予想を裏切られた。香りがつくタイプのなんかこうコーヒーってってか、なんか付け足されたタイプのコーヒーとか紅茶って香りが後からねじわじわ来たり、よく味わうときつかったりするんだけど、それがないんだよな。うん、一切不快感がないのがすごい。徹底的にマイルド。うん、うまい。